どうも、タニプラスさんです。マジでいいものレビューのお時間でございます。皆さん、こんにちは、ね。今回もね、いい商品をね、見つけましたんで、皆さんにお届けしたいと思いますね。今回ですね、いや、僕その商品をね、今日買いました。その商品を紹介する商品が Amazon で買ったんですけど、Amazon の配送の速さ半端なくないですか。僕ね、まじまじとね、まあ、早いとは言うのは聞いてましたけど、まじまじと感じましたね。僕ちょっとね、必要な道具だったんで、もう急遽ね、頼みたいと思いまして、今日中に欲しいなと思って、要はワンクリックっていうね、お急ぎのやつを、昨日のね、夜中の4時ぐらいに俺やったんですよ。で、ね、それで、お急ぎ、つって、注文したらですね、なんと先ほどの、先ほどつってもね、このムービー自体はあれですけど、その日の夕方5時半に、要はね、朝注文してね、朝方注文してですよ、夕方の5時半に届くっていうね、もうすごい驚異的な速さ。さすがですね、アマゾンさん。まあこれたまりませんよ。ね。まあそんな感じでですね、ちょっと、今回はね、まあそんな前置きもありましたけど、ご紹介する商品はこちらでございます。よいしょ、ちょっとでかいんですけどね。はい、こちらでございます。はい、こちら、サンワサプライズから出てますね。これ、iPad タブレットスタンドということで、これね、なかなか僕、iPad スタンド、ちょっとね、長い iPad スタンドが欲しかったんで、それをね、ずっと探してたんですよ。でも、なかなかなくて。で、今回はこちら、見つけましたんで、ちょっとね、早速皆さんに、寝ながらね、やるとか、ベッドで、座りながらとか、ソファーの座った角度で立てといたら、こうマイクスタンドみたいにね、立てといたらちょうどいいっていうね、やつなんですよ、これ。だから皆さんぜひね、そういう感じで使い方はね、これおすすめでございます。まあ、早速ね、どんなものか開けていきたいと思います。よいしょ。いや、開きましたよ、ほら、マイクスタンドみたいなのがあってね。はい、そして、はい、これが、これが、よいしょ、あとはこれか、これがね、これちょっと重いんですよ。あれですよね、倒れないように、やっぱ下の土台がしっかりしてます。よいしょ。あ、もうこれ、筋トレできそうなやつ。よいしょ。あ、これは重いんですよね。鉄アレイみたい。さあ、こんな感じでございます。はい。そうですね、こんな感じでございます。ではですね、早速、作っていきたいと思います。よいしょ。はい、完成でございます。はい、こんな感じでですね、iPad を置いとけるというね、これいいですね、非常に。で、角度もここにつけられるんで、本当にソファーって大体このぐらいじゃないですかね、ソファーって。そしたらこれで普通にこうやってできるということで、非常に楽な、これいいですね。ちょっと欲しいです、これ。皆さん欲しいです、これ。まあ欲しいから買ったんですけどね。どうでしょうか、こちら。皆さん、これ、iPad スタンド、なかなかね、これで、しかも安定性がないんで、この下が重いから非常に安定性ありますからね、これでいいんですけど、なかなかね、このぐらい安定しているものって少ないんで、僕は非常にいいと思います。まあこれ素晴らしいですね。ちょっと安定度が半端ないですね。で、下にこう重いこんなのがあるんで、いや、いいですね、これは。ぜひ皆さん、このサンワサプライズさんのこの iPad スタンド、これで 10.1 までいきますんで、ミニも大丈夫です。ね。ぜひ皆さん、こちらの、iPad スタンド、ゲットしてみてください。以上、谷プラさんでした。
バイバイ。